はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、デュエルマスターズの対戦動画久しぶりにやりたいと思います。はい、ライブではなくてアーカイブですね。はい、それで、この2つ前の動画で紹介しました、ジョーのジョーカーズ、キラのラビネス、このデッキ、何にもカスタマイズしてない普通のデッキそのままで今日は対決したいなと思います。はい、はい、でもうすでに、シャッフルしてシールドも貼っておりますね。はい、で5枚ドロー済みですね。はい、であと両方パジャマですね。あ、そうそうだった、今日はねお休み前のデュエマということで2つもパジャマです。お山へデュエマって感じ。お山へ、うん、お山へ逆してお山へデュエマ。そうですか。はい、じゃあじゃんけんいきましょう。最初はグッジャケっぽい。お、デュエマスタート。はい、じゃあ僕のターン、タンド。はい、ドローして、はい、いきなり1マナ召喚して、こちらカダブラね。あ、よかった。これはね、そうタップして召喚するやつですね。タイムです。してマナチャージターンエンド。お、ターンエンド、やばい。これはちなみにこのカダブラはバトルゾーンにこれ以外に2つ以上クリーチャーがいないとアンタップできないクリーチャーですね。うん、ドローして、はい、マナチャージして2マナ払ってクリスター召喚。あー、クリスター、ターンエンドです。はい、じゃあドロー、マナチャージで3マナようやく使って、ツタン、ツタンカーネン。お、ツタンカーネン1枚引きます。はい、ドロー、タイムです。はい、うん、アンタップしてドロー。じゃあ、しょうがない、3マナだけど使わずにクリスタでアタックする。アタックする、ブレイク。サーパリンなし。はい、ターンエンドです。はい、じゃあアンタップしてドロー。マナチャージを、はい、超特急弾丸を、うん、で2マナ支払ってやったらまあ、あ、やったらまあ出た。はい、そしてまた2マナ支払ってパーリナイ。おお、パーリナイ、はい、効果なし。効果なし、効果意味なし。はい、ではツタンカーネンでシュールブレイク。はい、バリーン、ないです、トリガーなし。タイムです。はい、じゃあアンタップしてドロップ。うん、そうだね、何かマナチャージで2マナ払ってアムベル召喚。あ、アムベル、アムベル、これねクリスタで1コスト少なくなってるからね。あ、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のクリーチャーを1体選びタップする。そのクリーチャーは次のターンの始めまでアンタップしないです。うん、どうしようかね。パーリナイ、イエーイ、パーリナイ。じゃあクリスタでアタックする。クリスタでしとこうか、ブレイク。はい、プリーンなし。はい、タイムです。はい、じゃあアンタップして、これはタップ、アンタップできません。だから5ターンです。でここもアンタップして、ただいま4マナあります。はい、ただいま4マナでドロー、マナチャージ。またちょっと弾丸でマナチャージした。じゃあ1枚使って、ちょちょちょジョーカー出た。ちょちょちょジョーカーズ、4枚山札の上から4枚見て1枚をパパに見せて、それを手札に加えてもいいってやつだね。はい、バッテンオヤジ。バッテンオヤジ出た。はい、加えて、で3枚残った3枚は山札の一番下へ。あ、違う、これ、あ、呪文なので、こっち行きです。で3マナで結局、うわ、まさかバッテンオヤジ。はい、バッテンオヤジ出た。バッテンオヤジね、攻撃中止するんだよ。うん、でこれ召喚に置いて、うん、残り1マナ残って、あ、これ召喚もできないから、うん、とりあえずツタンカーネンでシールドブレイク。はい、ボーン、シールドトリガー発動。トリガー、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、バトルゾーンにある自分のクリーチャー1体につき相手のクリーチャー1体でタップします。パパのクリーチャーは3体いますのでタップします。あ、バッテンやったね。バッテンやったりがいなくなった。どうしよう、これ危機だ。やばい、バッテンがいなくなっちゃった。はい、ターンド。はい、
しまったバッテオヤジがいなくなっちゃった、パパのクリーチャー3体になりましたのでカダブラアンタップできます。わーした。そしてアンタップしてドロー。なんでこのカードばっか出るかな、もう本当に。まあいいけどさ、はい、マナチャージで5マナ払って白夜召喚です。わー白夜はクリスタルの効果でね1召喚コスト少なくしてます。来たか。でねどうしようかな。どうしようかな。まあここはね一思いに行きたいとこだけど、じゃあまずは一番嫌いなやつからどうしよう。一番嫌いなやつ確実にこれだけアクセント確実にやれるよねこれ。そうなんだけど。けど一番嫌いなやつ両方いるじゃん。どっちにする。じゃあまずカダブラでアタック。ああバッテンが。で続いて。ルドルゴでアタック。はい、相打ち。相打ちか、うん、相打ちだ。はい、まあいいでしょこれで。でクリスタその上でアムベルでシールドブレイク。プリーンなし。何ですか。どうしようかな。じゃもう一枚いっとこう。クリスタでもう一枚いっとこう。プリーン。トリガー。ああ、やったしまった。相手はパー。1万2000以下のクリーチャー1体破壊する。ダブラ破壊。カダブラ破壊。ああ。呪文なので。あ、ターンエンドです。はい。じゃあ、アンタップして、ただいま、1、2、3、4、5、5マナ。うん。はい。パーリーには超戻ってきました。はい、では、ドロー。マナチャージ。そして、1マナ使って、ジョーカー。データジョーカーズ。もう、これね、使いやすいよね。3、4。はい、はい、ドツキマンジロー。はい、了解です。はい、これね、ややこしいやつ。山札の一番下に行きますね、うん、これややこしい。あ、おっとっと、5マナ残ってて、とりあえず5マナ支払って超特急。おー、超特急。はい、相手プレイヤーアタック行き、このクリーチャーは可能なら毎ターン相手プレイヤーアタックする。バトルゾーンまたはマナゾーンに自分のジョーカーズが合計2枚以上1、2ありますね。はい、ありますのでプラス3000か。プラス3000でパワー8000でダブルブレイカー。ああ来たね。はい、でしかもこれでアタックできます。はいはい、ダブルブレイク。ゲパリンパリン。はい、トリガーなし、はい、じゃあツタンカーネンでブレイク。やばい、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って。はい、トリガーなし。パーリーの中で誰かが来るぞ。あー、割と早く決まってしまったな。マジか。パパが変な風になんかこうバッテマイズとかアタックしなければよかった。負けですねパパにね、はい、よし、じゃあ第2回戦やりましょうか。はい、ちょっとあっさりやられちゃったから今度はもうパパ一思いに行くよ、うん、じゃあ行きましょう。最初はグッチャンケポイ。はい、出ます、スタート。はい、じゃあパパはまずタイムです。はい、じゃあストロー。ちなみにキラのラビリンスはあの光のメタリカデッキだね、これね。タイム結構使いやすい、パパ気に入ってる。ドローして1マナ払ってカダブラ。あー、やっぱりカダブラだね。はい、タイムです。はい、じゃあストロー。このチャージで2マナ使ってやったりまーす。あ、出た、やったりまー、もう出たか。はい、1マナ少なくなります。タイムです。はい、ドロウェルカーン。まさかね、1マナで2マナ払ってウェルカーン。クリスタ。あー、クリスタね。、はい、両方同じ系だ。はい、ターンエンドです。はい、じゃあタップしてドロー。このチャージして3マナ。え、火のマナがあった。うん、じゃあ鳥、あ、召喚するやついない。いないですか。いない。はい、タンドです。はい、アタックしないのね。あ、これね、アタックしちゃうと破壊される恐れがあるから。あ、そうですか。そうやってやめておく。相手にターンし、相手アタックしないのね。タンド。はい、じゃあターンタップでドロー。うん、はい、2マナ払ってフェイゴン。あ、フェイゴンで、クリスタでアタックする？しない？
どうしようかな、またどうしようかなっていうの来た。ブレイク、パートくん、ブレイク、パリン、なし、はい、フィー、ターンエンドです。はい、じゃあドロー、ワナチャージ。あれ、バッテンをしてマナチャージするの？まあ、結果は一緒だよ。3マナ使ってバッテンをやり、あ、そういうことね。で、タイムです。はい、そしてクリスタとこのカダブラ、他に2枚クリーチャーいるのでアンタップ予約できます。はい、そしてドローします。こうか、3マナ、3マナ払ってストップチャージャー唱えます。相手のクリーチャーを1体選びタップします。そのクリーチャーは次の相手のターンの始めにアンタップしません。どっち選ぶ？もちろんバッテンを選ぶ。あー、バッテン、てーそして、チャージャー、この呪文を唱えた後墓地に置く代わりに自分のマナゾーンに置きます。あー、マナ送り、自らマナ送りタイプか。はい、そしてやっぱりカダブラで絶対バッテンを選ぶ。その通りです。ブレイクします。やっぱりじゃあフェイボンでアタックできないよ。ブレイクします。はい、ビーブリーン、なし。じゃあ攻めようかな。クリスタでもブレイクします。ブリーン、なし。はい、ターンエンドです。はい、じゃあアンダップしてドロー。はい、マナチャージ 1,2,3,4,5 5マナじゃあ、じゃあまず1マナ使ってジョーカー。あ、出た。さあ、1、山札の上から4枚を出して、その中の1枚をパパに見せると。はい、ジョーカーズ引きましたね。残りの3枚を山札の1枚下へ。はい、僕の手がないからこうします。またジョーカーズでしょう。はい、あ、これこれ、そんなにいたからね。ジョーカーズです。はい、そしてまた4枚引くと、そう、1と、さあ1枚をパパに見せると。おお、超特急弾丸をね。で、残り3枚は山札の一番下ですよ。あ、下だった。 OK。 はい、ね、今3マナあるってことは、3マナ使ってやってるマンの効果発動で、バッテンオヤジ。あ、出た。効果使ってるから1枚減っています。うん、態度。はい、じゃあアンタップします。ドローします。はあ、そしたら2マナ払って、アムベル、アムベル、わー、アムベル効果。アンベルはこのクリーチャーがバトルゾーン出たとき、相手のクリーチャー相手レビタップします。そのクリーチャー次の相手のターンの始めまで、始めにアンタップしないです。やっぱり出した意味なし。はい、ごめんね。ブレイク。やっぱりそうすると思った。そして両者の行きます。ペンオンでシールドブレイク、ペン、トリガーなし。はい、クリスタでシールドブレイク、バリーン、なし。ターンエンドです。やばいやばいまあ、まだ5枚あるけど。アンタップ1、待って、1,2,3,4,5 やばい。ドロー、マナチャージ6マナあります。はい、はい、やったらマナ効果で1マナ少なく。はい、あーなんでなんでこれ貼ってんの。え、こっそり入れといたひどい、これジョリータ、はい、ジョニー、うん、こっそり入れたの。そうで、最後のシールでパリって出たんだよ。ジョーのジョーカーズじゃないのこれ。でき、まあいいや、入れてたのね、こっそりね。じゃあスピードアタッカーでマスターダブルブレイカー。うわ、出た、やばい。はい、ではとりあえずマスターダブルブレイク、ボー。この、この2つ、カダブラとクリスタを破壊。まずこの2つ破壊で、はい、シールドは2枚破れる。はい、ブレイン、トリガーなしです。じゃあ容赦なく攻めていきましょう。フェイオン破壊。あ、破壊、はい、やばい。はい、攻めます、攻めます。攻めが来た。攻めます。ターンエンドですか。あ、うわうわ、何、効果発動できなかった。ターンエンドですか。はい、はい、ジョリザジョニーは決して破壊できない。バーは1番なのかな。ジョリザジョニーは破壊する必要はないですよ、ジョン君。
まあ、まあ特に一応防御のために一応召喚しておこうかな。まずは、2マナ。ああもう4マナ残ってる、ね、うわークリスタで、さらに2マナ払ってアムベル、アムベル、さらに、1マナ払ってシャンヤロー。うわーちょっと待って、シャンヤローはこれは、クリーチャー1体レビタップするんだけど、まあ、タップすで生きてるからね、うん、で1枚引きます。でこれ呪文なんだよ、同時。あ、これどうしますか、うん、で、この2人はあれだね、はい、アムベルで決めてくる気だな、まあ、もちろんそうだね、ダイレクトあったバーンガーよかった、ジョニーの意味なし、ジョニーだ、ジョニー出てきてちょっとびっくりしちゃったけど、うん、勝てたわ、ありゃよかった。手札にはこの弾丸王とパーリナイトちょっとキュート、いやこれがねもうちょっと早く出されてたらちょっと危なかったね、やったねマンがもう何枚かいたら危なかったな、うん、危なかった。はい、ということで今日のデュエマル対戦動画、こんな感じでございました。僕がキラのラビリンスのデッキで、シン君がジョーのジョーカーズのデッキを1枚だけ改造してジョリーザ・ジョニー入れてました、うん、まあよかった、うん、でもこれ強いね、うん、マスターダブルブレイカーやっぱすごいね、これがマスターのマグラだ、ね、ちょっと怖かったもん、うん、でもこれちょっとねあれだね、今スリーブなしでやっちゃってたけど、うん、スリーブちゃんと入れましょう。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタンお願いします、はい、そしてお友達にもぜひ教えてあげてください、はい、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、はい、ということで今日はお休み前のデュエマ動画でしたということで今回以上でございます。バイバイ、おやすみなさい、おやすみなさい。